いいよすごい、これは言えます。みんなアピを入れようぜはい、青木坂間です。今日はですねアピを朝にですねしました。今回は前回私の鈴木ジムに JB64 をですねこのアピオさんのところにお預けしてカスタムをしていただけるということなので、それのですね完成しましたというふうに連絡が来ました。なのでちょっと今日は取り来ましたので早速ですね行ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、それではですね早速今日は社長がいらっしゃるということなのでちょっと行ってみたいと思います。あ、小野さん、社長どうも、いらっしゃいませ。どうも、おはようございます。いよいよ、いよいよです、ね、いよいよ、ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アピオのですね、社長、河野さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はいよいよ、いよいよできたというふうな形で連絡いただきまして、ね、はい、はい、今日は取りに来させていただきました、はいはい、ありがとうございます。楽しみですね。はい、ちょっとまずはご説明します。あ、了解しました。じゃあ、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ついに投入というふうな形で、おめでとうございます。ありがとうございます。ステップはあの ECU と、ハイフローターボをつける予定ですので、うん、第2弾ではさらに体感できるよう、ね、に楽しみですね。楽しみですよ。で、まあ、あとはこれと外装ですよ ね、はい、この前後のアピオの、タクティカルバンパーがついてます。だいぶこれで変わりましたね。そうです、スッキリ感を出すバンパーなので、まあ、オフロードのアプローチアングルとかデパッチアングルとかも稼げますし、なんかこんなオラオラみたいになっちゃうのちょっともう松坂ドミっていうか、いやーなるほどですね、いや楽しみですね。サスペンションですかね。はい、はいはい、サスペンションが 20mm アップで、あんまりまあ純正よりすごい上げるわけじゃなくて、まあ、多くのお店さんってこうジムニアさんってこれですか。はい、そうです、 20mm アップです。 20mm アップのこっちのやつですね、うん、20mm しか上がってないので見た目そんなには変わらないんですけど、なんかジムニアのサスペンション構造結構のインチアップありきで語る人が多いんですけど、もともと車ってバランスのいいところで狙って実現できてるので、車高って上がれば上がるほどオフロードの例えばジャンプしたりとかそういう時のストロークは稼げるんですけど、ストロークでジャンプして降りた後に急カーブとかの時にやっぱりロールが激しくなるんですよ。そうですね、バランスを崩しやすいし、はい、まあ、極論言うと F1 が一番低くてコーナリング精度いいんじゃないですか、はいはい、でもあれじゃオフロード走れないんで、まあ、そのバランスがいいところの高さなんですけど、まあ、それを昔からもうギリギリこう上げすぎないで、上げすぎないんでやるという感じですね、はい、いやー楽しみということは、この間の JB74 の、あのサスペンションが今回入ったっていうことですね。そうですね、はい、楽しみです。今から楽しみだ。目玉は横尾タイヤの新製品。おはい、あれ見た目かっこいいですね。おっしゃる通りで、はい、あのジオランダ84 ちゃんとあの雪のマークもちゃんとついてるので、おスモークレークについてるってことなので、ね、スタッドレスタイヤ規制でもちゃんと走れるし、ちょっとサイズがこてありますからね、あの車両ね、まあ、スタッドレスと比べると若干はあるんですけど、まあでもオールマイティって意味だと、そういうことですね、無敵ですよ、無敵ですね。いやージムリー今からちょっとめっちゃ楽しみですね。早くちょっと対面したいです。ホイールですね、はい、今回ね、まあ、元々あるようなワイルドフォア X でシンプルなコンセプトもあったんですけど、青木さんのコンセプトから言うと、まあ、ちょっとレーシーな方がいいでしょうってことで、ワイルドフォア Z っていう一番うちのホイールの中では軽量な、軽量なやつですね、はいはい、まあこれでいいですね。じゃあね、さらにでも足も抜いて、ええ、やっぱり相当効くじゃないですか。そうですね、特にやっぱりこの64の、はい、軽自動車のタワーって で結構大きな外径のタイヤをやっぱ回すから、はい、なかなかやっぱりその
皆さんちょっとあまり意識してないけど、だいぶ変わる要素を、ね、一番違う、あのユニスも軽くて硬い、あの合成のアビアスっていう部分では、はい、であとはね、このデザインがですね、とてもいいですね。なるべく軽量で進んでいく、はい、これ円形さんの技法でマット製法っていうものだけ作られてるので、半導ではないですけど、こうリングのところの軽量がマット製法っていう人になって、なんかかなりメイドインジャパン、あとグリルも変わってるので、ベースもいい感じで、まあ、あのこの一番軽量なインジェクションの、横のシンプルでこう、ワイド感のあるグリルが今回ついてるですね、はい、全然違いますよね、はい、今までの感じと、はい、本当はなんかペイントもいろいろ変えようかと思ったんですけど、もともとジオランダのさんのかっこいい、あのラッピングを施されたので、そのまま活かしながら加わってますけど、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速、はい、行っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行っていきたいと思います。これはすごい。ででで。だいぶ変わりましたね。いやー、いいですね。だいぶスピード。なんかいいですね。このグリルもいいですね。ありがとうございます。あとこのバンパー、ちょっと漆黒の黒でかなり今までのとは。違った。あといつでもフローできるので牽引フックもちゃんとさすがこれなかなか黄色っていうところが。そうですね、昔からうち牽引フック黄色で、やっぱり泥や雪の中にでも埋まっても見つけやすい、すぐに見つけやすくなるっていうことですよね、はいはい、おお、いいですね、このバンパーかっこいい。そしてあとこのグリル、いやー、私元工業デザイナーなので、はい、私がデザインしたんですけど、はい、もう樹脂だから本当もっと柔らかくできるんですけど、うん、あえてこの鉄バンパーっぽく見えるように。あ、そういう、そうですね、あれもちょっと、まあ、パッと見こう樹脂と思えない、うん、金属っぽい雰囲気で、そうハードの四駆っぽいデザイン。そう、ちょっとね、俺金属だと思ったんですよ、ね、これ。ああ、そうですか。違う、樹脂なんですか。そう、樹脂なの、コンコンって、これももう樹脂なので軽くてできてます。なるほどね、なんか武骨さがめちゃめちゃいいですね、これ。これは鋼繊維初のインジェクションというシャーシ成形品なので、もう普通の鋼繊維と変わらない作り方。そういうことなんですね、この下も一体です。一体なんですね、塗り分けてあるので。おー、なるほど。違う風な感じなんですけど、そうだからね、はい、こっちが鉄で作ってて、でこっちがなんかその成形のやつが入ってんのかなと思ったら、うん、なるほど、まあそれを一体なんですね、目指して作ってる。そうだからね、ここどうなってんのかなって、実はね、気になってたんですね。でこれハニカム構造も樹脂で一体系なんで、まあ手慣れた人だとパンと樹脂外してパカッと食べるだけなんで、うんうん、全然もうバチッとあります。もしかしたらじゃあこれを例えばネットで買って自分で取り付けることも可能だったりするんですか。そうです、可能です。ちょっと外すのがこっちにいますよね。ああ、まあ、割らないようにね。そうそう、割らないように。いいです、これすごく。そういう話だったんですね。これがあの先ほどワイルドバー Z って言うわっ、ワイルドバー Z、メイドインジャパンです、ね、変形さんで作ってるんですね、はいはいはい、そして横浜タイヤ AT4、 これです、 AT4 です。 AT4 っていう感じでね、はい、G018 サスペンション、サスペンションもちょっと前に出しましょうか。あ、そうですね、そうですね、ちょっと見ます。お、音が、音が先にエンジンかけちゃいました。あ、音が、あれ、音が違います、ね、音が太い。
ちゃってこのさニコニコですね。ニコニコですよね。ニコニコですよこれは。結構ジムに乗る人二輪乗りが多いので、うん、知らない人はあこれどうやってつけたんですかバイクの、いやいやジムに専用設計ですみたいな。なるほどね、吉村だけに、だけにね、だけに。結構信号待ちとかでなんかライダーツーリング中の人がちょっと気がついて、うん、あれみたいな人いますよね。いやそうですよ、斜めに行く人とか。そうだからジムニー乗りは、バイク乗りにも認知度が高いと思うんですよね。高いそうですね。はい、まあ、なんならバイクの方が排気量でかいっていう人は山ほどいますから。はいそうですね、車は660しかないけどバイクは倍あります。倍ありますからね、はやぶさ1300ありますからね。そうそうそう倍ありますから多いです。それは早いですよね、サスペンション。サスペンションがこの20ミリアップとか20ミリアップのこの14段で変えれるところですね。今7段で、ま、今7になってるので、まあ、これを調整してもらって、はい、もっと硬くしたり柔らかくしたり、昔面白い事件があって、うちの前社長が奥さんと一緒に信州のにサスペンションの開発に行ったんですね、うん、で会長が途中奥さんがあのトイレ休憩の間にこの段数を変えてちょっとソフトにしたんですね、で走り出したらあら道が急に良くなったわねって、っていう逸話があって、その変えたのを知らずに乗ってた人がなんか乗り心地を変わったのが分かったって、ね、変わったのが道が良くなったっていうことがすごいですね。すごいですね。そしてリアのこれですね、またそうですね、リアバンパーも。リアバンパー、これリアバンパーのこれも、ええ、あれこれも違います。あ違います、オリジナルの、オリジナルのやつですよね、はいはい、これもね、かわいい。ちょっとなんかボール的な感じで。そうですね、やる気を感じさせる仕上がりです。いやーちょっと楽しいですね。ありがとうございます。これはもう、もう音がちょっと、そうですね、それでいてあのこういうところも静かなので、うんうんうん、迷惑になるほどの音ではなく、うんうん、結構ね、高速道路のトンネルとかが結構いい感じで、お抜いていかれると、あ、かっこいいの抜かれたなみたいな。本当ですか、ね、はい、このジムニーにですね、新しく、まあ、あのアピオさんのホイールとともにですね、横浜ゴムさんのですね、はい、ジオランダ AT4 ですね、はい、G018 という、ブランドなんですけども、まあ、こちらなんですが、これもですね2ヶ月前ですかね、大体に発表になった、ワールドプレミアムになったやつなんですけども、まあ、これをですね今回ジムニー用としてもこうやってサイズがありまして、でしかもホワイトレターです。皆さんホワイトレター、これいいです、かっこいいですよね、色がね。なのでまあこのAT4 なんですけども、これはまあ、今までのジオランダの G015 というですねジオランダの AT、とそう MT のですね、まあ、MT のいいとこ取りというような形になってますね。なのでちょっとパターン的にもですね、どっちかというと AT なんだけども、ちょっと MT っぽくそのゴツゴツ感をこうやって出したっていうところもありますし、あとまあ昨今のだろうな、まあ、オールシーズンタイヤというふうによく言われていますけども、まあ、こちらもですね実はこの見てください、このサイプがですねこうやって出ているということは、これもですね実はスノーフレークがついてますので、これもオールシーズンタイヤというふうな形で、まあ、もしですねそのサッドレスの規制があった場合もこの AT4 はですね、対応できているということでありますので、まあね、もちろんチェーン規制とかだとまた違ってきますけど、まあ、このオールシーズンタイヤ的な部分でこうやってジムニーのホワイトレターが出たということで、これもですねぜひちょっと試していければなというふうに思ってます。楽しみです。
じゃあちょっと行ってきたいと思います。早速音だ。いいね。サスペンションがですよ、ピコピコしていたサスよりも全然乗りやすくなってますね。おー、いいね。いや、これはですね、ちょっと今までこの車で感じたことがないくらいいい感じですね。あのめちゃめちゃ乗りやすくなってます。でしかもその突き上げ、路面からの突き上げがまあその前のなんだろうなジムニーに比べてめちゃめちゃ当たりがいいですね。いや、これはちょっといいよ、かなり。で、あとタイヤ、ジオランダーの AT4、 これ音静かだわ、すごい。気持ちいいなあ。トルクがすごい前のやつよりもですね太くなりましたね。いや、めちゃめちゃストレスがない。うわ、すごい楽しいよこれ。いいね、いいよすごい面白い。や、これはいいね、ちょっと楽しいわ。以前そのねついてたそのマフラーに比べて、そうだろうな、ターボが効き始める3000回転ぐらいのところからトルクが増えましたね。はい、トルクが増えていい感じになったねこれ。いやー、このマフラー見た目も超かっこいい。パワーが出てトルクもアップ、これ買わない手がないね、マジで。おお、面白い。以前のジムニーは足を固くしようとする、足っていうかサスペンションをね、その固くしようとしてピッチング、まあその前と後ろにこうやって移動、ブレーキするときはそのフロントがこうやってダイブするって言うんだけど、でアクセル開けるとこれってフロントが上がってリアが下がったりする。であとコーナーのところのこの横揺れっていうのも、これ固くしようとするとどうしても車体の上がこうやってバーって動いちゃうんだよ。そうするとすごく乗りづらい、あ、ちょっと疲れるんだよね。じゃあそれを柔らかくすればいいじゃんって言うと、逆に今度柔らかくすると上でこういうそのロールであったりそのピッチングだったりっていう量がやっぱり増えちゃうんでね、なかなかそこは致し難しな部分だったりするんですよね。いい、これはねすごくいいよ。この AT4 のそのタイヤなんだけど、もちろんね、オフロードはまだ試してないから何とも言えないけど、
静かだね。もちろん AT タイヤなんでね、音のそのうるささっていうのは普通の、HT、まあ、もっとその速度域の高いレベルのやつよりはロードノイズ、まあ、パターンがねやっぱり大きいからちょっとロードノイズ的な部分はするんだけども、この AT4 ほとんど音がしないね。うん、まあ、40キロ50キロで走ってもその要はロードノイズっていう部分ではほとんど感じられないかな。うん、あのね、ガタガタ道、今はねちょっとロードじゃないけども道路工事中のところが行ってるんだけど、その乗り越える感じの、その、なんだろうな、タイヤからのその入力でさっすぐこうやってね動く時の最初の初期がいいですね。とっても、いや、1段階2段階ぐらいサスの動きのあれが変わった感じがします。LSD 巻いてます。いや、あの LSD 巻いてます。うわー、これ冬道と泥道ちょっと楽しそう。オフロードが本当走りたい。早くピタッ。はい、着きました。到着でございます。このさん、ありがとうございます。すごい、めっちゃくちゃ面白いっす。はい、LSD の効果でかいっすね。いや、効果はもちろんなんですけど、あのまずもちろんその吉村のね、はい、マフラーの3000回転からモリモリモリっていう、はい、パワーもそうな上がってる感じがするんだけど、コルクのね出方が今までとね全然違うんですよ。なるほど。だからすごいね走ってて、すごい気持ちいいんですよね。で、プラスサスペンションの、はい、いいこれはね、世界中行けちゃう。世界中行きましょう。世界中行けちゃう、本当。でもちょっとほら、アクロのところ、あの工事中のところで、かなりバンプのところあったんですけど、ここでも、今までね、こうなんですよ、こうなんですよ。で、硬いやっぱりマシン、あのピッチングとかロールを抑えようとすると、はい、やっぱり硬くするじゃないですか。そうするとドーンって上がこうって動いちゃう。でもしっとりしておきながら、こういう動きがないし、あの優しい感じ、はい、感触がすごいあるからちゃんちゃんやりやすいです。よかったです。最高。いやー、嬉しいですね。もう次の第2弾のパワーアップが楽しいですね。ちょっとかなり楽しみですね。アジアンラリーの覇者にそういう声をいただけると。いやいや、でもこれは言えます。みんなアピを入れようぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当でも楽しいですね。はい、ということでですね、はい、あの早速試乗させていただきました、はい、ありがとうございました。あのとってもですね、走りやすくなってきて、はい、いいですね、はい、最高です。あの早速ですね、またこれをですね乗って、はい、行きたいなというふうに思いますし、また次回、これまだ序章なんで、これ序章なんですよね、はい、でこれからですね、次回はですね、ハイクロカービンであったり、はい、ECU だったりですね、はい、今度はこのエンジンの中をやっていただけるということなので、そちらもですね楽しみです。
またぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。